皆さんこんにちは、ミカミックスです。アヌビスゾーンオブエンダーズ、やっていきたいと思います。結構前に出たソフトのリマスター版ですね、プレイステーション4で、今回 VR に対応しておりますので、VR でやっていきたいと思います。もうすでに空間がすごいんだけど、ニューゲームで、これはねプレイステーション2で1回出てやりました。でやったんだけど、もう超面白かったという印象しかないですね。ストーリーとかも全然覚えてないんで、ちなみに操作方法も全く覚えてないです。コックピット視点でいきますね。 VR なので VR イージーをおすすめします。ああなるほど、そうなんだ。これベリーイージー、あれ今なんて書いてあった、ベリーイージーをおすすめしますって書いてあった。あマジでそういうことコックピット視点での快適なゲーム、まあいいや、とりあえずじゃあベリーイージーでやってみますか。多分コックピット視点だからちょっと難しくなるのかな。輸送艦っぽい感じですね。MR1422、リンゴイーグリット、ロック解除。アンジー、思い出した。その年に優勝したのもヘスペリア・ゲールズだ。残り30秒でカウンターのヘンリー G がフィールドアウトからトラッシュしやがったんだ。夜中に部屋で大騒ぎしたのを思い出した。着地まで20、今年も楽しみね。着地態勢に入る。火星じゃもうとっくに盛り上がってるだろう。こっちは200時間後だ。いい子にしてればすぐよ。お珍しいな。何メタトンだ。西はずいぶん位置が浅い。アンジ、着地ポイント変更だ。ちょっと見てくる。リック、聞いてたか？すぐ戻る。リンゴ、66年の優勝はどこだっけ？ああ、その頃は知らねえんだ。シェ。一気に動中して、オートパイロット。あ、ごめん。今年こそ優勝はロッドタルシスだよ。また給料全部吹っ飛ぶぞ。絶対だって。多分後ろにいたのは敵ですね。リンゴ、動ける？メタトロン反応は矢印の方向みたい。動けるな。時期の操作が左スティック、右操作がカメラ。走れないの？歩いていくだけ？ジャンプは三角。 R2 を押し続けることでホバリング移動。どういうこと？ジャンプ中に、あ、こういうこと？何の危険性があるって言ってた？リンゴ、まだつかないの？ちょ、待ってください。ポジティブアクション、ネガティブアクション。あんまりレブに無茶させないでね。リアクションによって新たな会話やイベントが始まることもあります。え、ちょっと待って、一応返答してるつもりなんだけど、俺的には何も起こらない。イベントが始まった。ポイントに到着。こん
な表層にメタトロンが。俺もバカに強い。前はなかったぞ。うるせえな。デブリかしら。観測の連中またサボってんやろな。なんだありゃ。どうしたの。落とし物だ。ちょっと見てくる。嫌な予感がする。え？オービタルフレーム。おお！リーゴ！今何か大きな船が閉じる！どうした、アンジ？船ってなんだ？アンジ！軍用艦？バグラムじゃねえか。でかい。そう、小型の敵がね、すんげえワンサがいるんですよね。これは無人機かな。リンゴ。エボをやられた。バフラムの連中だ。バフラムって火星の？なんでわかるのよ。アンジ、船を溝に下ろせ。隠れてろ。おはようございます。戦闘行動を開始します。動け。戦闘か。おお、コックピットの中にいる。ちょっと待って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 。あ、確かにこれちょっと四角で、ロックオン対象攻撃。これがあれだね。どうすんだっけ。確実にこれガードされてるよね。デッキ破壊を確認。なんだこの機動性は。当機はオービタルフレームジェフティーです。操作説明を行いますか。お前は。独立型戦闘支援ユニットエイダです。戦闘コンピューターか。ウェブのナビゲーターよりは頼りになりそうだ。一緒にしないでください。操作説明を行いますか。ああ、エイダ、やってくれ。全然操作わかんないからね。え、訓練したい項目を選択してください。あ、訓練できるんだ。移動はいいや。通常攻撃からいくか。通常攻撃の説明を開始します。ロックオンカーソルが緑の時は遠距離状態、赤の時は近距離状態です。遠距離で四角ボタンを押すとショット攻撃。あ、なるほどね。これ勝手に動いてますね。近距離で四角ボタンを押すとブレード攻撃を行います。通常攻撃の説明を終了します。あ、動かせないんだ。フォーミングレーザーのやり方をちょっと覚えておきたいんだよね。すげえなこれ。マジコックピットだ。あ、動かせる動かせる。多分三角で上に行ってバツボタンで下に降りると。うわ、ちょっとガンガンあれだな。
在その操作はできないです。その操作ってなるほど、オッケー。ダッシュ攻撃、バースト攻撃、ロックオン、リングレーダーコンボ、ガード、バースト、バースト攻撃っていうのちょっと特殊そうだから覚えとこう。バースト攻撃の説明を開始します。ジェフティが静止中に R2 ボタンを押すとバースト状態になります。この状態で四角ボタンを押すとバースト攻撃を行います。溜め攻撃だね。敵が近距離にいる状態でバースト攻撃をするとバーストブレードを行います。敵が遠距離状態でバースト攻撃をするとバーストショットを行います。バーストショットは四角ボタンを押し続けることでパワーを貯めることも可能です。バースト攻撃は敵のガードも貫通する強力な攻撃です。またバーストショットはサブゲージを消費します。バースト攻撃の説明を終了します。バースト攻撃はまあためだよね。ためて、うわどう溜まってんのかが分かんない。ああ一応右のところに出るんだね、自分の状態が。溜めて分かんねえ、ちょ画面がマジで分かんない。まあいいや。ダッシュ攻撃、ロックオン、ロックオン見とくか。ロックオン切り替えの説明を開始します。いや、なんかやって覚えよう、やって覚える。ここはトレーニング終了します。ポイント04に目標発見。了解、ポイント04に向かう。こうだ、これこれこれ。ほら、いけ。モスキートはホーミングレーザーでまとめて倒しましょう。ロックオンしてこう、こう。ダッシュ移動中。ダッシュ。ほい。ほい。よし、OK。通信を663に。了解、つなぎます。どこにいる？足をやられた。リック、今どこだ？やられた？ちょっとまだ生きてるか。すぐ行く。デッキ接近。そっちに向かってるぞ。おお、主砲だ。大量に出てきたな、また。リック機の方向を矢印に示します。矢印の方向に進んでください。ちょっと強そうなのがいいね、こいつは。ホーミングレーザーだと多分火力が出ないかな。ちっこいやつらは全部これだと。で、近づいてブレードで切る。ちょ、右のさ、自分の状態なんて見てらんないんだけど。よし、ラフターか、あれは。で、こいつらも全部ロックオンして倒す。ほい、 OK。 で、敵がいるからロックオンしてぶっ放す。これちょっと一定の距離を取った方が良さそうだね。ラフターが邪魔だな。まずはただ、こいつらすげえ大量にいるな。よし、ガードされてる。よし、あとこいつだけだ。近づけ。 OK。 上と下どうなってる。そういえばスティックのね、上下は俺リバースにしたいんだよね。あ、それはいいや。ロックオン切り替えは L2 ボタン。ロックオン切り替えは L2 ボタン。
ガード貫通できないな。溜めて、あれ、まあいいや、まずはこのザコ全部撃破する。消えろ。よし、こいつを普通に行くとガードされるな。オッケー、距離を詰めて消える。まだいる、ちっこいのがワンサがいるね。これはラプターか。切るのが一番早いよね。じゃあ細かいのはゴミングレーザーで倒す。 OK。 で、進んでいこう。じゃあ目的地に自動的にカーソルが合う感じだね。またこいつらか。切る。自分の人とかどここれ。カーソルを表示しました。バースト攻撃で破壊可能です。了解です。移動していないとき R2 ボタンを押しながら四角ボタンを押すとバースト攻撃。あ、そうだ、両方押さないといけないのか。これで溜まってホイント。 OK、 進んでいこう。お、いた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 。ただまあなんかそこまでのなんていうの VR 感は今のところ出てないな。ファンネルだ。俺も使いたい。あ、ガードしてる。おい、ガードとかどうやったの。狙われている。お、一応動けるじゃん。少しは。見つかったからには渡してもらうわ。ワーフラムがカリストに何の用だ。ただの採掘工じゃないよね。そこを通せ。ボス戦？うわ、ボス戦だね。よし、切る切る切る。え、ちょっと減ってる俺のポイント。これは多分あれだな。これで撃ち落とそう。遠距離でチク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 削ってる？少し間合いを取ろう。え、俺なんかパワーって俺のパワーこれわかんない。あ、違う、こっちが俺のパワー。どこ行った。結構いいんじゃん。なんかちょっと怖い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 よ。はめて、ほら、くらい。接近して切る。ちょっと近い。まあ、ベリーイージーだからね。なんかのトロフィーをゲットした。目的はこの機体か。さあ、マグラムにしたってやり方が荒すぎる。でしょうね。指揮官は誰だ。言うと思う。無事か。ああ、リンゴ、敵がこっちに来る。わかった、なんとか食い止める。あなたが。アンジ、元気でな。突入か。敵艦内高エネルギー反応、突入は危険です。
カリストごと潰される。行くしかねえ。中に入ったね。セーブとかどうすんの普通に戦闘が続きそうなんだけど。オートセーブ。はいはいはい、近づくか。ホームレーザー倒せないの？あ、これは無理だ。OK っていうか、セーブセーブしてまあ一応ここでセーブしとくか。OK、バフラム艦第一貨物ブロック。まあそんなわけでね、一応突入したところで、今回は終了して、一応 VR モードではあるけれども、どうだろうね。なんかそのバイオセブンとかさ、そういうのはすげえうわーってなったけど、これあんまりなんかコックピット視点でもその本当になんかめっちゃすげえかって言われるとなんかそんな感じもしないんで、なんか次回からはちょっと普通にやっていこうかなと思います。まあそんなわけでね、ゾーンオブエンダーズ、アヌビス、やっていきたいと思いますので、まあよかったらまた見に来てください。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。